あ、ちょっと待ってよ。こっちの店用にファンクアンプ作るようで、あ、それが実はね、あるんですよ、もう。そうそう、あるんですよ。これはね、うるさくないようにね、パスファインダーの側を使って、1ワットのね、アンプを作りました。スピーカーもアルニコですもんね。そう、スピーカーもアルニコ。真空管入ってるんですよ。いや、これか、パスファインダーかと思いきやっていうところが、そう。結構面白がってくれますね、お客さん。玉をね、プリカン2つ使った1ワット。ギター試すのに、やっぱりすごく。ね、あ、鳴らしてみる？あ、鳴らしましょうか。ね、あ、そうなんだよね。テラーニさんチャンネルね。そうだ、うちにも、実はうちにも話聞いてるんだけど、さすがにそれは断った、俺。ちょっとね、さすがにそれは。これ、そうそう、断ったし、その、相手方の、その頑張れ社長も友達だから、ね、そうそう、めっちゃ連絡とかは来てるから、まあ、いろいろ知ってるんだけど、やっぱりお互いを知ってるだけにこう変なことは、そうそう、変なことなんか勝手なことはね、そうそうちょっとあんまやりたくないな。やりたくないですからね。別に、本当、荒らしたいわけでも、なんか、残したいわけでもないし、そう、タイトルもね、本当、ちょっと、やっぱ触れとかないわけには、ちょっと。まあね、今盛り上がっちゃってるからね。まあ、それよりちょっとあれじゃない？ちょっとうちのアンプの音の方が。アンクアップを。鳴らしたらできたね。あ、ちょうどいい。しかもこの、ボックスのキャビがちょうどいい感じの。ファンコさん、ボックス、いや、ボックスは俺め別に全く押してないんだけど、なぜかいっぱい集まってきてるっていう。なんかや、めっちゃボックス来てますよね。今日も持ってきていただいたりして。そうなんだよね。これもね、来ちゃった。ボックスのボックスでは来ちゃってるからね。もうちょっとこれの台になってるのはボックスの一発のキャビがあって、うん、真空管ファインダー発注したらもう買えます？買えません。これはあ、でもな、商品化するのもありなのかな、こういうの。これまあでもやっぱ欲しがる人は多いでしょうね。いや、これね、欲しがるよね。これはね、確か12エックもちょっとずいぶん前に作ってやったか覚えてないんだけど、12X7 と 12AU7 のアンプだったかな。ちょっと歪む方とかにしてみます。ああ、いいですね。さすがに。なんか、本当、もう別物ですからね。やっぱ、全然、耳に優しいですからね。うん、あ、転勤する僕にエールください。慎吾、頑張れ！慎吾さん、頑張ってください！いや、ピョン、ピョン、ピョン。慎吾さん、頑張って！なんだっけ、ウォークドントラン。いや、これはパイプライン。パイプライン。ウォークドントランはこの。1ワットのアンプはマンションでも使えますか？それはマンションによりますね。でもまあ、結構まあ大丈夫じゃないかなみたいな。あと、まああれ結局1ワットでかい。あ、そうか、1ワット。あ、ごめんなさい、今アパートメントアンプの気になっちゃった。0.1 ワットだったら、喋ってる声と同じぐらいだから。ぐらいですもんね。あんまり大丈夫だと思う。これ、あ、これでも、
いや、1ワットはでかいよ。1ワットでかい。そうそう、これだとか。あ、こんにちは、こんにちは。聞こえないもんね。普通の喋り声は。やっぱ、そうですね。聞いてるテレキャスターいくらですか？これね、29万8千円ですね。そう、昨日の動画に出てます、これ。ロッキーさんが売りに出している、もう完全にファンコースさんモディファンになってて、バッチリになっている東海の。これは最高にいいよね。最高にいいですね。東海のやっぱ元々の良さはめちゃくちゃ、ね、しかも79年生だからな。79年生でしたよね。めっちゃ高価。いや、1ワットはでかいんだよ、音。ですね。まあ、だからマンションでと思ったら、まあアパートメントアップとかが、ね、とかってかアパートメントアップが。まあ、あれ持ってれば大きい音にもいろいろできるし。人間の耳って、はい、例えば、1ワットの場合が2ワットじゃないから、あ、はいはい、結局その、こういうオーディオカーブっていうか、こういう曲線ででかくなるように感じるようになってるから、あ、なるほど。変な100ワットの音量の半分にしようと思ったら、聴感上ね。はいはい。そしたら、50ワットじゃなくて、15ワットぐらいになるよね。はいはい、ああ、なるほど。あ、なんかでも分かる気がします。そうそうそう。あと、100ワットで思いましたが、秋間さんは家庭用ナンプは100ワットだよって言ってました。昔コラムに書いてたんですけど、結局マジで鳴らしてたって言ってた。マジで鳴らしましたからね。鳴らしてたし、俺、秋間さんちの前に住んだことあるけど、はいはいはい、朝からめっちゃ泣きたって聞こえてくる。そう。50ワットとか、まあ、30ワットとか、それ中途半端なナンプは、うるさいってなるけど、100ワット、しかも、秋間さん、学生の頃持ってたのって、マスターボリュームついてなかったみたいで、歪ませるのにガッといって、それでガーッと鳴らしてると、もう、あ、なんか起きてるんだろうなって感じになるから、なんで、マンションでしたら、100ワットで。なんか100ワットってさ、もうなんていうの、人間の耳のあれを超えてるじゃん、もう。はい、そうなんですよね、もう。とっくに。なんかもう、そういう工事現場の音みたいになっちゃうんだろうね。家からなってる。そう、あ、そうそう。あ、まさに、秋間さん、工事現場って言ってた気がするんですよ。作ろう、工事現場。そうなんだよね。工事現場でやればいいね。でも、最近は工事現場もさ、デシベルメーターとかついてて、あ、そう。すっごいなんか慎重にやってる感じだよね。あ、もう、どこもかしこもクレーム大変でしょうからね。そう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 。ランチボックスの200ワットはね、200ワット出てない感じがするよね。あ、そうですよね。うん、あれ、トランジスタです。そうそう。やっぱ真空管の約束は違う。やっぱ3分の1ぐらいの感じって、うん、テレキャスターですし、せっかくなので参考ためにミッシェルとか弾いてほしいです。おお、いいね。俺てっきりビートルズだと思ったわ。これ、そっちだったりして、そっちミッシェルすいません。アパートメントアンプをヘッドホンで練習したら意味ない。いや、全然いいっすよ。全然もう、それもむしろ。むしろ全然いい。もう、それも、あれの使い方の一つですよね。あ、そうそう、だから、卓録とかするんでも、ああいうのでやると。ね、本当だよね。もう、やっぱ、ダウの結構デジタルな苦痛な音から随分解放されるんで。イングウェイのアンプの音量は落雷と同じ音量。マジか。いや、でもそういう、もっと出てるんじゃん、やんか。そうですよね。落雷、もちろん、落雷もどこで聞くかによりますけど、でも、かっこよかったのがありそう。なんか熱出るんだよね。ああ。100ワットの音量とかの目の前とかにいると。クラーッとしてきますよね。そう。なんか音として俺認識してないと思うんだよな、あれ。はいはい。もう、うわーって圧で。やっぱそんなアップ欲しいよ、マジで。いやー、わかる。わかるけど、俺が売れないっす。ですよね。そんな簡単に作れるものでもないでしょうしね。まあ、そうだね。作れるけどね。まあ、このアンプでも動画で紹介するんで、多分ね、これパソコンのマイクだからそんなにあれでしょう。そうだ、ね、いい音で拾えないよ。拾えないと、そうそう、今 PC で拾ってるんですけど、撮ってるんですけど。あ、そうそう。ガッツリ弾いてしまうと、そうそう、リミッター効いたみたいになって話し込む。そうそう。うん、いやいや、すいませんね、こちらこそ。また、これは後日やりましょう。
はい。パディガイを見たとき、生で見たとき、音でかすぎて3日間ぐらい耳鳴りしてたわ。いや、あれだって音もさ、キンキンだしさ。あー。やばいでしょ、あれ。パディガイ、まあ、イケイケですもんね。いや、イケイケだよ。え、ボッチザロックっていうアニメの曲のライブ映像でベースの方がアキマンドのようなアンプ使ってた。そうなんだ。え、ベースはだってめちゃくちゃ、ねえ、いろんな人使ってるもんね。あ、そうね、ワイルドベースで。そうそうそう。アニメで使われたらしい。え、アニメで？そう、ボッチザロックの中で？ぽい。え、ライブ映像。ライブ映像っていうと、アニメの映像ではないのか、僕、全く見てなくて。そっか。今、え、300人も見てくれてる。あ、349とかになる。ありがとうございます。え、でもこれ、テダニさんの始まったらみんなそっち行くよね。だって俺もそれちょっと見たいし。それを見ている生配信みたいなことになっちゃう。確かに。確かに、それ面白いね。それでもなぁ。でもそう。あの、ほんと、どちらも、あの、ね、やっぱ関係ある人が。気になるよね、やっぱね。気には、うん、興味なりますよ。そう、まあ興味はあるよ。だってあのどっちも知り合いだからね。そうですよね。うん、そう。僕はあのお二人とも会ったことあるけど関係が浅いですからね。ワンゴイさんは関西世界でやってるし、いやそうなんですよね。そう。もう本当、ありがとうございます。でもいや本当に僕もそう思ってるんで。そう本当に、うん。こっちはまったりやっていきたいんで。そう。あんまりいつもの。そう揉め事には関わりたくないな。いつもの感じでずっと何度も。ずっとこれからもやっていきましょう。そうそう。何度も同じ場所で。